とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もアップデートで強化されたやつ、使っていこうと思います。これですね、パワーシェイカーです。アップデートで、まずダメージが増えました。そして、前はこれ4発だったんですけども、5発発動するようになりました。単純に使いやすくなりましたよね。はい、ということで今日はこのパワーシェイカービルドで、どんな感じになってるのか、ちょっとやっていきましょう。多分相当強いと思うんだけどね。それでは行きましょう。いきなりのナイトモードですね。シーズンチャレンジです。行きまーす。ちょっと待って、いい感じ。あ、やっぱね、近接いいね。近接いいわ。近接はやっぱりね、戦いやすい。最近ちょっとね、遠距離系ばっかりやってたんですけども、やっぱり近接系はね、いいよ。すんごい使いやすい。やっぱね、慣れだよね。どっちの方に慣れてるか。俺はもうこの前までがずっと近接やってたので、やっぱりこれじゃないと。らい固まったな。らい固まったな。オッケー。やっぱ使いやすいね。このレイピアは。まあ、厳選してればなんですけども、敵を吸い込む吸い込む。で、吸い込んだところにパワーシェイカーよ。オッケーオッケー。あー、あれこれ、防具カスタムしようかな。防具が、これなんすよね。ポーションバリア、雪玉、デスバーターのクールダウンなんで、雪玉、デスバーター、どっちかをタンブルビーにしようかな。まあ、どっちとも選べるように、まあ、今のやつはつけたまんまにして、んで、新しく、エンチャント入れましょうかね。やっぱこれもこれですごいいいんですよ。雪玉にも助けられたことあるし、まあデスバーターで何回ね、命が助かったかわかんないんですけども、まあそれぐらいいいやつなんだけども、やっぱりね、タンブルビーとか、ヘルスシナジーとか、その辺も恋しくなることがありますよね。まあ隣の芝は青く見えるんでしょうけども、はい、今度ちょっとやっとこう。おい!落ちた!これあれ矢が不足するね。なので弓には無限をつけたいところですね。あとあれだな、ハープクロスボウもちょっと俺厳選しなきゃいけなかった。ハープクロスに無限つけてちょっと理想的なやつを作りたかったんですよね。あ、なのでハープの厳選もしなきゃいかんか。まあいいや。まあ花火ビルドは別に弓の攻撃力は、そこまで、求められないと思うので、まあまあ、高ければ高いほどいいよ。でもまあ、普通に使うには別に、251で良さそうなので、まあ、タワーじゃなくてね、古代狩りで厳選しましょう。それならまあ、まだマシよ。古代狩りだったらまだいける。タワーだったらね、厳しいんだよね。俺の持ってる2つがあるんですけど、あれが、虚無がついてるんですよね。虚無じゃないんだ。なぜ黄金までね、変えることができないんだろう。それがちょっと、嫌だ!ちょっとボス戦も見たいので、こっちにも行ってみます。こっちもナイトモードだったか !2 回続けてナイトモードか。ちょっと勘弁してくれ。あぶね!ナイトモード2連発まあまあ、とりあえず、ボスまで行きますね。では、ボス行きましょうか。キャプテンは2体でしたね。まあ、仕方ない。いないときはいないもんね。そりゃ仕方ないよ。で、やっぱりね、強いわ。間違いなく、強化された分、さらに強くなったっていう感じですね。はい、ボスも行こう。しゃ。いいね。いいダメージ、本当に。いいダメージだし、回復すんのよね、これで。えぐいぐらい。その回復がすごい。
まあ囲まれても死なないもん。はいはいはい、ここ結構敵がね多いステージだと思うんですよね。でもここでも全然集中砲火もらったりしても死なないもんね。全然死ぬ気配がない。やっぱりこのパワーシェイカーでの回復量が結構えぐいですもんね。一気に回復するんで、いやいや強くなったわ。あ、いやこれ下手したら、うーん、なんだろうな、まあ怒りよりは火力はないとは思うんだけども、ある程度の装備よりも火力は抜群にあるよね。はい、ではクリアでーす。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、強化されましたこれパワーシェイカー使ってみましたけども、強いねやっぱりね、ものすげえ強い。うん、でこれレイピアをしっかりと、厳選していけばこんな感じで、虚無でのダメージでもう500万600万600万とかをバーって出すんで、これは強いわ。うん、この速度でこのダメージを出せるんだからいいね。しかも範囲が広いっていうことで素晴らしいです。うん、さらに強くなりましたね。はい、ぜひこのパワーシェイカービルド、探してみてはどうでしょうか。かなりいいですよ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。